それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴないことになってるぜ。こいつ。どうすればいいのか全くわからない。ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすればいい。恭一さんのやり方ってなんだっけ。なんじゃ悪い。やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。恭一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。でもそうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことは、俺はな、リーダーバトルの中でケースとか藤原にあえて課題を投げかけるように仕向けている。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれないな。相手があるからした。全てを予定通りにコントロールができない。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったから。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。2000の重量は1両がおよそ33。しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンデだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まり、曲がり、加速する。あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能だ。こんなことは今まで一度もなかった。やりにくい、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっけ。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンフレーズがついていけないのか。スイスイ行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。恭一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。恭一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。
気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ。なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミの通過したってさ、40-50メートルの話だよ。わからない。頭がクラクラしてきたぜ。無線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれるぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台を裏付かせてやがるぜ。寝られてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない。これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。なんだそれ、逆ドリフト。その通り。カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。自分がこんな早い腕にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界が絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原の意志は、東道塾の第2ラウンドでですが、スライドアタックと同じ性質なので、目から入ってくる情報が不足していても、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことで、藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアームで限界スピードを瞬時に見極め、目印のないレールにくるんだとして、全てはイメージだ。それこそが藤原の繊細的なテクニックを支えている原理の価値。いっけえ。バカ野郎、トンネルの中はきつい左だ。スカッと何だこの雨。つぶらき今日今の店にまた少し待つ。やっぱりカウンターだな。成功した。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメだ、マジやだ。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。
こっちだって仲間うちの対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえ。行くしかない。来ましたよ、池谷先輩。俺、消えた。うわぁ、水にいなくなった。バカな、ありえねえ。タコ玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。どこに突き当たってんだ。まさかそんなことが。伝承と落とし闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けた。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの過酷よりこっちの方が俺にはあった。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。だから決まって相手が見えないのはあっちも同じだ。負けることがあるのかよ。この条件でお前が。絶対俺は信じらんねえ。一体何があったんだよ。信じるも信じないも、こっちが有利なはずの中盤まで食いつかれてアドバンテージを作れず、確実に抜ける地下区間でやられただけだ。ブラインドアタックはきっかけに過ぎなかった。ひょっとして300回が合わなかったとか。いや、車は申し分なかった。考えられる最高のパフォーマンスだ。相手があいつでなければ間違いなく勝っていた。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われてもわかんねえもんはわかんねえんだ。どっちが早いとかそんな単純な話じゃない気がする。お前らだってあの2000には勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらく立ち直れそうもねえや。あいつは何かが根本的に違う。